じいちゃん、お鍋といえば、はい、お鍋といえばピエンローを食べなければならない。ピエンロー、ピエンローです。ちょっと前にちょっと熊谷関連じゃないんですけど、あの団中かなんかで特集されてすっごい流行ったんですけど、それが未だに好きで、ピエンローで後で検索してみてみてください。ピエンローです。ピエンロー、ピエンローです。そうです、そうです。おすピエンロー、野菜が美味しく、野菜とお肉が美味しく食べられるお鍋で、私それがすっごい気に入ってて、それで勝手にピエンローのエヴァンジェリストだと思ってます。エヴァンジェリスト、伝道師です。伝道師、熊谷ピエンロー伝道師です。お鍋といえばピエンローを食べなければならない。ピエンロー、